今回は町中華の味、もやしそばの作り方を紹介します。シャキシャキのもやしと熱々でトロトロの餡が絶妙で、心も体も温めてくれる一品です。そんな町中華の味をこの動画を見て作ればご家庭でも再現できますよ。それでは作っていきましょう。材料は1人前、もやし1袋、人参細切り 15g、 きくらげ細切り 10g、 生姜みじん切り 5g、 青ネギ 3g、 中華麺1玉です。鍋をしっかりと温めておきます。油を大さじ1入れ、鍋によくなじませます。人参、生姜、もやし、きくらげの順に入れ、野菜を炒めます。野菜を入れたら鍋の温度が下がるので、煮たり煽ったりせず、じっくりと炒めていきます。強火で3時間で炒めることで、サクサクの食感に仕上げることができます。しかしここで弱火にしたり、鍋の温度を下げてしまうと、もやしから水分が出てしまい、しんなりしてしまうので注意です。鍋からたくさんの湯気が上がってきたら、鍋が温まり、野菜も火が入ってきた証拠です。紹興酒または酒大さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ2を同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 300cc 入れます。ここで鍋がグツグツと煮えるように熱いスープを入れるのがおすすめです。お好みで味の素を少量入れます。胡椒を少し強めで入れます。煮すぎると野菜が柔らかくなってしまうので、このくらいでとろみをつけていきます。水溶き片栗粉大さじ2を2回に分けて入れます。程よくできない方は一度火を止めてから水溶き片栗粉を入れるとダマにならないでできます。水溶きを入れたらよく混ぜ合わせてしっかりととろみをつけます。最後にごま油で香りをつけます。丼に醤油だれを入れます。醤油だれの作り方は家庭でできる醤油だれの作り方の動画を見てみてください。市販の袋麺やインスタントでも美味しくできますよ。沸騰したお湯で中華麺を茹でます。丼にスープを注ぎます。麺が茹だったらしっかりと湯切りをして丼に入れます。その上に餡をかけていきます。彩りに青ネギを乗せて完成です。今回はもやしそばの作り方を紹介しました。安くて少ない材料でお手軽に作れるので、よかったらお試しください。
このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。